私が絶対あの未来を変える。だから協力して、アカネ。よし、あ、待っててね、アカネ。あー、もう着替えた。うん、どこのところに、あ、あー、また一緒にいる。ここコンビニ？やっぱりあの方法は本物だ。狙い通り、もう一度10年後に来られたみたいだ。横見て、横、いつきちゃん、横。キョロキョロするのはやめてください。店員に怪しまれます。こっちの世界は全然時間が経ってない。出た！入ったに、むつみ！静かにしてください。てか、なんで手なんか繋いでるの？相変わらず私の右手と彼の左手は手錠がされていて、その手はお互いしっかりつながれていた。手錠が目立つから手をつないでお互いの袖で隠そうと言ったのはあなたですよ。うっそ、もうさ、もうあたおかだと思われるよね。ちょっとその言葉、あのちょっとあのこと、この言葉使うのあれだけど、もう毎回さ、記憶喪失みたいになって、なんでみたいに言ってたらあたおかだと思われちゃうよ。ちなみにお金、お腹が空いたからコンビニで何か買おうと言ったのもあなたですよ。ってことは昨日夢見た時か、夢を見た時から時間はほとんど経ってないってことか。ついさっきの出来事も忘れるなんて、病院に行った方がいいですよ。いや本当に、あ、すいません、決しておかしいわけじゃないんです。行けるもんなら行きたいですけどね、この今しい手錠が外れるならね。そんなに嫌なら早く自分の分買ってくださいよ。へえへえ、あ、消えた、あ、重なったのか。はい、何食べる？でも私なんかこう、ホイコーロー丼みたいの食べたいんだけど。食べやすくて好きな卵サンドじゃ足りない。そんな軽いのじゃ足りない。サンドイッチならさ、せめて 2,3 個買ってくれないとさ。あとスープと、そんだけ足りないって。おでんは？スープっぽいのいるって、パンには。らっしゃいませ。私たちは支払いを済ませた。うん、大丈夫？そのお金とかさ、新しいお札に変わっててさ、使えないとかないの？10年も経てば。はあ、はあ、あ、勝手に動いてる。で、これからどうします？むつみさんは買ったばかりのメロンパンを取り出し、むしゃむしゃと食べ始める。むつみはメロンパン派か。なんでここで、ここでいきなりスチール絵みたいのが来た。食事、それだけですか？いや、お前もそれだけ買いぐらいしか買ってないよ。いいえ、あと2つありますので大丈夫です。いや、それくらいいるよ、絶対。しかも豆乳とかめっちゃ喉乾きそうなもの。全部メロンパンじゃないですか。私もさっき買ったもの取り出し、腹ごしらえをする。卵サンドぐらいじゃ足りないよ。あ、僕は所轄へ行った方がいいと思います。そんな専門用語。所轄って警察署のことですか？確かにこれが現実ならそれが正しい判断だろう。しかし私はそんなことのために来たんじゃない。警察にはまだ行きません。私、調べたいことがあるんです。この状況で調べ物ですか？私の友達が今どこで何をしているか知りたいんです。それから私の現在も。私は安定した職について、安定した生活を送っているはずなのに。安定した職ですか？26にもなって、なんで私の歳を知ってるんですか？さあ、なぜでしょうね。とにかく警察に行くなら手錠を外した後一人で行ってください。まあ、ワンチャンちょっと外せるんじゃないのね、むっちゃん。それじゃあ意味がないんですよ。ん？腹ごしらえもしたし、便利なスマホを使って検索しましょう。手錠の外し方と。これ待って、これワンちゃん、むっちゃんに手錠かけられてんじゃないの？
出た、この近くに影明け千本のお店があります。そこに行って手錠外してもらいましょう。わかりました。やれやれといった様子のむつみさんを引っ張り、私は影焼き屋に向かう。影焼き屋の店員さんもびっくりだよ。すいません、これ開けてほしいんですけど、みたいな。影焼き屋はここから南に行った先の、これ覚えなきゃダメ、 T 字路西、昨日直人と会ったあたりにある赤い屋根の家。うん、南で T 字路西、まあなんとかなるでしょう。南に行って、これ T 字路じゃないよね。これ T 字路じゃないじゃん。赤い屋根、赤い屋根、赤い屋根下か、赤い屋根、もしかしてここ工務店、これもしかして赤い屋根ってケーキ屋、あれメンズショップカフェ、南に行った、これだこれだ、あったあった、はい、びっくりした、開かない。今日は定休日のようですね。嘘でしょ、いっつもこうだよ。楽しみにしてたケーキ屋さんとか、新しくできたケーキ屋さんとか、噂のパン屋さんとか行こうと思ったに限って休みなのよ。めっちゃわかる、めっちゃわかるの。なんか私の家の近くにもさ、4時間ぐらいしかやってないパン屋さんがあるんだけど、しかも朝じゃなくて昼の12時から4時間ぐらいしかないやってないんだけど、4時間もやってないのよ。なんか1、2時間でなくなっちゃうのものが。だからもう12時の開店前に行ってちょっと並ばないと買えないんだけど、私が行こうかなっていう日いつも定休日なのよ。だから4時間もやんないよ。まあ1、2時間で売り切れちゃうんだけど、営業時間4時間で週に3日ぐらいしかやんないの、そのパン屋さん。もういやいや大事なことなんだ、恨み事っていうか。明日またか、やはり所轄に行った方がいいと思いますよ。警察に行って事情聴取でもされたものなら時間を浪費する。それに警察が解決してしまったら私が真相を知ることができない。そんなに必死になって知りたいことは有明あかねさんの所在ですか。どうしてわかるんですか。昨日から僕も彼女に連絡を取っているのですが、繋がらないんです。やっぱり、茜は死んでしまってるんだ。茜の家を調べたいんですが、何かいい方法ないですか？茜さんの近しい人に連絡を取ってみては？伊織先輩だ。知ってる連絡先。近しい人。そうだ、伊織先輩に連絡してみよう。メッセージアプリの ID なら知ってる。10年後も変わってないなら連絡が取れるはず。うん。いや、なんか誘導された感半端なくない？あ、勝手に動いてる。はい、メッセージアプリ。うん。はい。より先輩にメッセージを入れようとして大きく息を吸う。緊張する。こんな形で先輩に連絡することになるとは。はい、私は先輩に、お久しぶりです、いつきですが覚えていますかと連絡を送った。はい、返信。久しぶりだね、今はどこに住んでるの。まだ地元に住んでます。でも今同窓会で名古屋に来てるんです。うん、あ、茜から聞いてるよ。茜が今どこにいるか知っていますか。それが昨日の同窓会に行ったっきり帰ってこないんだ。連絡も取れなくて。それならさ、茜になんか、茜じゃないや、この樹にさ、茜が帰ってこないんだけど知らないって聞いてきてもよさそうだけどね。茜から聞いて、いやでもそんなに頻繁に会ってないって言ってたから仲いいっていう認識ないのかな、もうこの10年後は。一緒に住んでるんですね。うん。
うん、婚約してからね。あ、ちょっとシュンってしちゃってるよ。なんて？あかね、同窓会に行ったっきり家に帰ってないって。つまり、いつきさんと飲み直した後、ごめん、私の口が、あかねさんは失踪したと。何があったの？未来の私なら何か知ってるかもしれないのに。事故死や病死なら、いおり先輩が知らないのはおかしい。もしかしたら何か事件に巻き込まれた？あかねに何があったか調べたい。一緒にお願いします。むつみさんも、あかねと連絡を取りたいんですよね。行方不明なら、なおさら警察に連絡するのが先です。わかりました。では、いおり先輩に警察に届けてもらうようにメッセージを入れておきます。うん。これでいいですよね。はあ、わかりました。どのみちこの状況では付き合うほかありません。ありがとうございます。なんだ、案外いい人じゃないですか。肩を叩くのはやめてください。痛いですじゃあ早速あかねの家に行ってみましょう。いおり先輩の家の場所は？私はメッセージで家の場所をマップで送ってもらう。ここから近いですね。歩いて行けそうです。さっき寄ったコンビニを東に進んだ先にあるアパート。東。もう私迷子になっちゃうよ。コンビニを東ね。はい、上でしょ。で、こっちだ。東に進んだアパート？アパート？え？何も、あ、多分ここですよ、勝手に。あ、そうなんだ。待って、セーブしようと思ってたのに。ずいぶんいいマンションに住んでますね。月給はいくらくらいじゃない、家賃はいくらくらいなんですかね。ちょっといつきちゃん、他人の生活水準に嫉妬するのは見苦しいですよ。悔しければ自分の生活の質を上げてください。どうせ私は彼氏なし、ノーブランドの女ですよ。あかねさんとよりさんの部屋はどこですか？201号室だって言ってました。チャイムを鳴らしてみましょう。うん。ああ、ちょっとセーブしていい？はい、じゃあセーブして。はい、ここ消して。さあ、じゃあより先輩のところに行こうかというところで、ちょっとお水を飲まして。はい、お待たせ。じゃあ早速いおり先輩に会いに行こう。はい。あ、いや、え、え、あ、え、ちょ、あ、これ3階向け、え、3階には行ける。びっくりした。201ってこっちだよね、多分。はい。なんで、嘘クソ、2分の1を間違えた。うん、ここですね。うん、行くぞ。チャイム押さないんですか？心の準備してたんですよ。いつきさんでも緊張なんてするんですね。アメ細工のように繊細な私を捕まえて、なんて失礼な。繊細な人はそんなに鼻息荒げて言い返してきませんよ。もしかして、いつきちゃん、これが、いおり先輩か。いつきちゃんの、ね、まぁ、あ、ちょっと、まあ、好きな人なんじゃないかな。玄関先で話していたのが聞こえたのか、中から男性が顔を出す。私たちは慌てて手錠を隠す。いや、もう絶対そんなの隠せないと思うんだけど。いおり先輩ですか。そうだよ、久しぶり。見違えたね。先輩もお元気そうで、玄関先で騒いですみません。大丈夫だよ。そちらの方は？はじめまして、
いつきさんとあかねさんの友人で灰谷睦美です。突然お邪魔してすみません。あかねさんのことが心配でいろいろ調べていて、少し家の中を調べさせてもらってもよろしいですか？私は慌てて右肘でむつみさんの脇腹をこづく。ずうずうしいでしょ。いくら優しい先輩でもそんなこと許してくれるわけ。いいですよ。委員会。全然心配してるように見えないんだけど。それで何か分かれば儲けものですし、特に喧嘩したわけでもないのにどこ行っちゃったんだろう、あかね。結婚式の打ち合わせだってまだなのに。お祝いが遅れてすみません。ご結婚おめでとうございます。ありがとう。じゃあ中に入って。うわ、もう失礼。高そうな家具全部揃えたんですか？駅近で家賃も高そうだし、すごいですね。ちょっとちょっと品がないよ、いつきちゃん。素敵なお家ですね、でいいんだよ。そんなことないよ。え、ここ実験事故物件らしくて、そのおかげで家賃安いんだ。怖がりなあかねには内緒だけど。そうなんだ、より先輩もちょっとあかねちゃんにいいとこ見せようと して無理してるのかしら。あまりいろいろ見られると恥ずかしいけど、自由に見てって。俺、夕ご飯まだで帰り出てくるけど、二人も何かいる？いや、悪いですよ。そんな気を使わなくても。じゃあ、ロコボコ丼で。いや、いつきそういうとこだぞ。お前に男気がないのは。この人の言うことは気にしないでください。さっき食事を済ませたので大丈夫ですよ。バカ野郎、卵サンドだけで足りると思ってるのか。じゃあ、行ってきます。不用心すぎる。大丈夫かな、この家は。そうだよね、だって一応ね、高校の時の後輩といえど久しぶりに会う。しかも一人はむっちゃなんて知らない人なのに。邪魔者も消えましたし、手早く調べましょう。邪魔者って、なんかむつみさんって目的のためなら手段とか選ばなそうですよね。そんなことはないですよ。僕が言われる言葉ナンバーワンは紳士ですね、です。それは喋り方だけでしょ。あまり荒らさないでくださいよ。そんなに無粋じゃありませんよ、僕も。ああ、これ制限時間とかあるのかな。まず、食器叩き割りたい気持ちでいっぱいだがやめておこう。シンク綺麗。料理なんかしないから、より先輩が料理してるのかな。家事のできる旦那どこに行けば拾えるか教えてください。冷蔵庫の中、作り置きのおかずが2人前置かれている。作り置きのおかずが2人前置かれてるのだ。いいな、私もやりたい。エプロンにしゃもじを持って、おかわりなさい、お風呂にする、ご飯にする、それともってやつ。思考がベタのように古臭いですね。それが彼氏ができない理由では。なぜ私に彼氏がいないと知っている。さっき自分で言ってたじゃないですか。あ、入れるよ。ここは寝室だ。クローゼット、女物の服。あかね、服の趣味が落ち着いたな。紫のコートに黒のブラウス、ベージュのズボン、黒のバッグ。昔は普通にオレンジのタイツとか履くもんな。男物。パソコン、パスワード。人のパソコンを勝手に見るのはいくら私でも気が引ける。そう思うならパスワードを打ち込むその手を止めたらどうですか。中根の誕生日でも携帯番号でもない。ユーザー名が茜になってますから、いおりさんのパソコンというわけでもなさそうですね。
忘れっぽい茜のことだ。その辺にパスワードを記載していないだろうか。絶対してるよ。このベッドをポンポンと叩いてまた言ってる。うん、そのネタもういいですその辺か。まあ、日記、あ、棚の中からメモ。パソコンのパスワードだよ、極秘。キリンさん、パンダさん、ペンギンさん、ゾウさん、3342か。33、パソコンのパスワード、それかキリン、パンダ、ペンギン、ゾウがなんかいるのかな。うん、あ、でも何もなんか、あ、アルバム写真は新しい順に並んでおり、あかねとゆり先輩の写真をめくっていくと、幼いいおり先輩の父親の写真、最後には女性の後ろ姿の写真がおしゃれに貼られている。ん、いおり先輩の父親の写真、うん、え、最後には女性の後ろ姿の写真、お母さんってこと。うん、これ怪しいけど、あ、え、あ、これかこれじゃん2人の名前が入ってるオーダーメイドってやつですか。幸せいっぱいってやつですか。はいはいはい、これだ。パンダ、あ、もう忘れちゃった。ペンギン、キリンみたいな。待って、これごめん、あー、携帯、はい、写真で撮って、はい、パンダ、ペン、なんだっけ、キリン、ペンギン、キリンみたいなんじゃなかったかな。はい、もう一回見せて。うん、あ、キリン、パンダか。71、ペンギン、71457145です。45、これです。入浴に成功。うん、あ、ごめんね、ボタン押しちゃった。いろいろ見たいものはありますが、メッセージアプリから見てみましょう。あかねさんのスマホデータと連携しているようです。うん、うん、はい、メッセージのやり取りをしているのが私を含めて数人、見てみよう。はい、これがいおりだよね。なお、え、ゆう、ゆうって誰だっけ、新しいゆう。まずいおり先輩から見てみよっか。うん、はい、友達と2軒目行ってくる。迎えに行こうか。どこで飲んでるの。鏡世界っていう居酒屋さん。迎えは大丈夫、あと友達と帰るから。あー、鏡世界っていう居酒屋さん、屋さんだ。うん、いつき、うん、これはさっき話にも出てたよね。なお、うん、はいストンプの趣味、これは、うん、はい、全然、まあ、別のなんてことない友達だった。のろけのやりとりだね。うん、仲良さそうだよね、いおりちゃんと、あかねも、あ、いおりくんとあかねも。はい、鏡世界ってところ覚えてますか。うん、何も覚えてないっすいいですよ、最初から期待していないのでひどい、私褒められて伸びるタイプなのに。とりあえずその居酒屋に行って話を聞いてみるのがいいと思いますが。そうですね、現場10回って言いますし、それを言うなら現場100回です。うん、うん、あ、帰ってきたよりさん、
何かわかった？はい、あかねの、あ、パソコン見たっていうつもり？いいえ、残念ながら手がかりは何も。せっかく調べさせてもらったのにすみません。うん、そうですか。あかねから聞いたけど、いつきちゃんは同窓会の後、あかねと二人で飲みに行ったんだよね。その時俺のこと何か相談されなかった？相談？先輩何か思い当たる節があるのかな。ならちょっと釣ってみるか。ああ、セーブしよう。うん、そうですね。私の口からは言えません。はあ、やっぱり相談してたんだね。まさかあかね。うん、俺が毎晩毎晩あかねを求めるから俺のこと嫌になっちゃったのかな。ラブラブかよ。え、あかねも喜んでくれてる風に見えたからつい度が過ぎちゃったのかな。それでいいでしちゃったんだとしたらどうしよう。知りませんよ。性癖を他人にさらすのはやめてください。軽くセクハラですよ。別にそんな癖みたいなものをさらしてないと思うけど。帰ってきたらよく相談するのがいいですね。いや、喜んでたから大丈夫だよ。そうします。幸せそうでいいですね。はあ、目から汗が。では僕たちはこの辺で失礼します。お邪魔しました。ありがとうございました。うん、ああ、え、あ、また、まただ、また意識が。うん、だからなんでもう起きて制服着てんの。いいところで目が覚めた。いや、もう目覚めて着替えちゃってる。なんならあれ、なんか部屋の中が散らかってるような。うん、支度して学校に行こう。え、部屋の中が散らかってる。ん、あー、待って、動けるんだけど。このパソコン、メモ帳出してきて使った覚えはないが、一番上の紙が破かれている。何が書かれていたんだろう。え、なるほど、待って、だってさ、まあ10年後の、まあ、あれがタイムスリップをしてるんだとしてだよ。予知夢を見ているとかではなく、タイムスリップをしてるんだとしたら、こっちに帰ってきた時に向こうの10年後のナオはいきなり10年後のナオに戻る、本当の10年後のナオに戻るわけじゃん。あれみたいな。そう思うとさ、ちょっとこの現代も思わない？ちょっと、はい、え、待って、まだ行かない、まだ行かない、待って、セーブさせて。え、あ、え、え、あれ、じゃ、なんか間違ったっけ。あれ、ごめん、なんかロードするにしちゃった。え、ごめん、ロードするにしたかも。はい、君たちは何も見なかった、いいね。え、学校にまだ行かず何かやろう。あ、え、なぜか鉛筆が落ちている。あ、これで書かれた、なんか書かれてたものは破かれてたけど、すごく古い鉛筆でシャ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 ってやったら筆圧でさ、何か書かれてたか。うん、何か書かれてたんだろう。あ、アイテム、アイテム、アイテム、鉛筆。はい、さあ、文字を浮かび上がらせた。え、別れろ。うん、ん、ね、何も言わないんだけど、何にも言わないんだけど、なんか感想言ってよ。もういいの、これで OK？ でもこれで OK なのかな。じゃあちょっと学校に、え、まだい、でももうないよね、もうないもん。もうローラー作戦かのごとく、ん、うん、
もうなんもない、もうなんもない、もうなんもない、なんもない、なんもないと思う。うん。じゃあ行こう。はい。行きます。え、あ、ごめん。あ、もうごめん。あ、なにこれ。はい。で、行く。あ。あかね、よかった。学校来てる。あかね、よかった。学校来れるくらいには回復した？うん。心配かけてごめんね。うわ、すごいクマ。眠れてないんだろうな。あんまり大丈夫じゃないみたいだね。ねえ、いつきも未来の自分見た？そこは、見てないよって、あかねも夢だったんじゃないそれって言ってあげた方がいいのかな。あ、いつきちゃん、私も見た自分の未来。私は怪しい男と手錠でつながれてて、小屋に閉じ込められてて、挙句の果てに焼け死にそうになる始末。いつきの未来も最悪じゃん。あれって本当に私の未来なのかな。私は何をしてた？あかねは伊織先輩と婚約してたよ。本当？私伊織先輩と。でもそっか、せっかく伊織先輩と一緒にいられるのに27歳で死んじゃうんだ私。諦めたように笑う茜の手を強く握り、私は答える。あんなの私たちの未来じゃない。あんな未来私は認めない。私が絶対あの未来を変える。だから協力して茜。協力って何をすればいいのかな。未来の茜はどんなところにいた？何かヒントになりそうなことがあれば教えてほしい。私は茜がなぜ死んだのか、自分がどんな状況にあるのかきっと突き止めてみせる。わかった。私は安定した職について安定した生活をしてる。茜は美容のエキスパートになって幸せなお嫁さんをする。それが私たちのあるべき未来でしょ。やっと笑顔になったな。茜はバカなんだからグダグダ悩んでも無駄。何も考えないで笑ってろ。ひどいよ夏樹、無駄なことなんて何もないもん。文句言うのそこなんだ。ありがとね、いつき。ちょこっと元気出たよ。ゆっくり休んで。な、お母さんだ。ただいま。ただいまです。あかね、体調は大丈夫だった？心配かけてごめんなさい。いつきちゃん、うち寄ってく？いえ、今日は遠慮しておきます。またアップルパイ食べに来ますね。アップルパイ私も超好き！食べたい！卵サンドだけじゃ足りてないもん。ねえ、いつきちゃん、あの子いじめられてるの？え？いや、そんなことないですよ。あかねちょっと抜けてるけど明るくて可愛いし、男女ともに空いてる人は多いですけど。そう、あの子急に学校休むなんて言うし、それに今朝変な手紙がポストに入ってて。変な手紙？別れろって脅しみたいな紙切れ。あかね彼氏ができたってはしゃいでた矢先の出来事で心配で。今のところあかねに嫌がらせするようなやつはいないですし、何かあっても私があかねを守ります。ありがとう、いつきちゃん。あかねをよろしくね。本当にお願いね。
お母さん、お腹すいた。いつき、寄ってかないの？また今度ね。ゆっくり休め。これさ、お母さんが言ってたことが気になる。嫌がらせをするようなやつはいないし、あかねは確かに恨みを買うようなことはしてないと思うけど。いや、自分で見たよね。鉛筆シャ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 ってやって別れろってなってたの。あれさ、あの行動をするかしないかによって、まあ、そのエンディングのさ、黒幕というか、まあ、犯人じゃないけど、その黒幕がさ、黒幕の人物自体が変わったりするのかなって思ったら、あの別れろっていうのは見ない方が良かったんじゃないかとか、ちょっとどうなんだろう。みんなもうさ、想像してるさ、この人が黒幕なんじゃないかなって想像してる人がいると思うんだけど、私もね、一人いるのよ。この子なんじゃないかなっていうのが。なんだけど、私の行動によってその黒幕のキャラが変わったりするならどうなんだろう。はい、進めるよ。次から次へと問題が浮上する。自分のためにも、あかねのためにも頑張らないと。なんか黒幕は常に同じで、私の行動で、まあ、ちょっとハッピーエンドにもなるし、バッドエンドにもなるよ、なのか、私の行動自体で黒幕のキャラ自体が変わるのか、どっちなんだろう。信用はできないけど、使えそうな男もいる。はい。まあでもね、もうちょっと探ってみようよ、今夜も。今日も眠りについた。はい。ご注文、鏡世界できてるんだ。